どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に誰でも本当すぐにですね、このちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになるよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日もモリモリ始めていきますよ。さあ本日のテーマソングはですね、めちゃ熱なロックナンバーをお届けします。こちらドーン、ミシェルガンエレファントのバードマン、この曲をかましたいと思います。はい。向こう側にいるお二人に声高らかにスピリット高めでお届けしましょう。さあ本日はですね、この G ラボのガズモデルウクレレ、めっちゃいいですよ。このウクレレと G ラボの初めてウクレレを使ってレッスン、スタートしていこうと思うんですけど、はい、いつも使ってるこの G ラボのウクレレで、ただいまですね、大好評にて販売予約受付期間真っ最中でございます。2023年最後のね、募集期間ということですので、ぜひ皆さん、ラインナップのチェックとかホームページご覧になってください。めちゃくちゃいいウクレレのラインナップありますから、アンプとかエレキウクレレもございます。概要欄にそのリンク貼っとくんですけど、ただいまね、今年最後の感謝とクリスマスプレゼントということで、はい、こちらのウクレレをフキフキする布をですねプレゼントしてます。はい、ガズレレ必須コードがついた布でこうフキフキしてくださいねということで、ご案内しとくんでよろしくお願いします。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。まずはですね、最初初心者さん向けの超シンプル簡単バージョン、入門コードなんと4つ、嬉しい、ロックンロールですから、やっぱり3つ4つで曲は終わるのがやっぱりロックンロールの、もうしかもこの曲ですね、もうほんとね、もうやたらテンション上がりますから、もう簡単とか難しいとかじゃないんです。もうやっぱりもうどのくらいこうスピリッツをドーンとこう、そういうのがロックですからね。はい、前回でいきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、マシンガンカッティング、阿部太さんのマシンガンカッティングとあのうねりをですね完全再現してます。ウクレレでそんなことできるのみたいな感じで、再現していこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽をまずは始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分の手でどんどん楽しく音楽生み出せるようになりますからね、やっていきましょう。さあレッスン入っていきますよ。ミシェルがエレファントのバードメン、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりで4つでやるんですけど、パワフルにやってみる。 1,2,3。ミシェルガンエレファントのバードマン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。たったコード4つで、このなんか突き抜けるパッション、エネルギー、疾走感、
もうたまりませんですね、皆さん。これはもう熱唱間違いなしでございます。今の演奏はですね、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、1番と2番をやって、もう終わりました。本当はね、3番あるんですけど、これ、全部やりたい方、これ繰り返しですので、コード進行、1番、2番のコード進行を書いて、3番の歌詞を書き加えて、できるようになりますからね。まずはこのガズレレバージョンで、このキーポイントになるところを押さえていきましょう。ガズレレの動画には、歌詞とコードが出てますから、それを見ながらですね、一緒にウクレレで弾いてもらって、もうどんどん練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今言ったガズさんの簡単バージョンと一緒にできるようになったら、素晴らしいと思います。この曲はね、すぐできると思いますよ。簡単ですから。でも、簡単ということと、熱くロックできるかっていうのは全然意味が違いますからね。やっぱり、ただね、歌うってんじゃなくて、やっぱりこう、パッションとともに、ここがポイントになると思います。はい、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。できるようになったら、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するの、やっぱりちょっと大変でしょうから、まずは楽譜的なものを見て、何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、大空に向かって、夜空に向かって、夕日に向かって、この熱い曲を歌う、これが最高だと思いますけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思いますが、安心してください。今の演奏は、はい、このガズさんの手書きノートを見ながら演奏していきました。はい、こんな感じですね。はい、バード面書いてますよ。はい、これ見ながら演奏していったんですけど、もうちょっとしたらですね、みんなもこんな風に書いたらいいよっていうことをシェアしようと思うんですね。この画面に大きく映して映すんですけど、その前にめちゃくちゃいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたバードマンを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な、もうね、1000曲以上軽くありますからね、中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですから、ちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから、皆さんちょっとね、レベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるので、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。バードマン、ミシェルガンエレファント、いきましょう。これまずこれイントロなんですけど、リフ1って書いてあるので、ここはね、かける2なんですよ。これダラレデレデデデーン、ダダダデレデデデンって、あのかっこいいメロディーあるじゃないですか。これね、見てください。フレーズ1ということで、ここはね、かっこいいバージョンでは、あれ弾きますからね。はい、阿部太さんのマシンガンピッキング、あのかっちょいいフレーズをなんとかこれウクレレ1分で再現します。はい、でシンプル簡単バージョン、あのメロディーを口で言ったということ、2回繰り返す。で、ここでフライフライバッドマン、これこっからコードワンブロックちっちゃくなってるんで、今日よろしくお願いします。はい、ちょっと見づらいかもしれないけどね、 Am10 でも見て、めちゃ簡単でしょ。これはね、もうロックンロール、もうシンプルなロックンロールはもうね、こんな感じなんです。はい、ではこうやって映していきますんで、皆さん見ていってほしいんです。ここちょっとちっちゃくなっちゃってるんですけど、ここね、フライフライバーメンって言って、サビやって、ここなと、またここのイントロと同じデレデデレデデレ、これかける2で、これこんな風にリフが入ってくるよということを書いています。はい、なんでこんな感じで、1番のところもこれ全部 1番バース映しておきましょう。イントロからちょっとね、この辺の言葉のね、タイミング結構大事になりますからね。で、ガズクラブ、今紹介させてもらったガズクラブに入っていただくのもめちゃくちゃ今日有効で、まずここ見てください。A メロのところ、このなんか V とかなんか書いてあるじゃないですか。これ何かというと、言葉のね、
タイミングなんですよ。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、うん。暗がりで、うん。背びれ、しいびれたいなら、うん。裏で来てるってことですね。これ V の字は休符になってて、ここのとこでコードが切り替わるってことね。これめちゃくちゃわかりやすいんですよ。ここでコードが変わってリズムが切り替わる。わかりやすいでしょ。あと、カスカードには載ってない頃ね、伸ばすところ、しびれたいとかね。こういうのがめっちゃ参考になります。そんなのも意識していただいて、ガズクラブに入っていただいて、このね、デジタルデータの楽譜をダウンロードしてもらって、ご活用いただくのも大変おすすめなんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい。でここから2番が始まりますね。はい。こうあのコード進行一緒で歌詞が変わっていく感じでございます。ここはでも一緒なんですよね。はい。ここのところはなんですごいシンプルなんですよ。この上なくで本来だと3番ある感想あって3番みたいな感じですけど、今回のガズレレアレンジではここのショートカットアレンジバージョンで終わっていくよという感じでございますと。はい。出てくるコードほい4つです。C、A マイナー、G7、D マイナー。この4つコード、嬉しいです。一応これ紹介しておきましょう。これはね、このガズレレ必須コードというコードの入門コードのね、グループの仲間なんですよ。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレを始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにドンと覚えようとすると、何がなんだかわかんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくで10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい。それではこれからかっこいいバージョンのあの解説に入っていくんですけど、あのその前にですね、やっぱりこうさっきから何回も言ってますけど、このやっぱりバードメン、ミシェルガンエレファントといえばやっぱロックンロールですね。もうしかもちょっとね、爆発的なこのパッションというかエネルギーっていうか、もうただことじゃないロックなんですよ。もうかなりこう来てますから、やっぱりこれ歌でですね、やっぱりもう千葉雄介さんのあの切り裂くようなあのイメージを持って歌うのがやっぱりね、こうなんていうのかな、わかる、あのエッジが効いた、あのなんていうのかな、こうバーって引き裂くようなあのパッション、心のどこかに持って歌っていきましょう。熱いです。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、コードがですね1個追加なんですけど、これ今日かなりあの2なことやりますよ。一応コード D というコードなんですけど、まあここ、2弦と3弦と4弦の2フレットをこうやって押さえるか、こうやって押さえるのか。今日ここかなりね、テクニカルなことをします。ちょっと一応こうやって押さえる場所だけ確認ね。後でちょっと詳しくイントロで説明しますね。はい。出てくるよということです。出てくるリズムは今日こちらになります。はい、どうも。こちらです。16ビートと16ビートのチャとカッティング。今日はね、かっこいいバージョン。最初に言っときますけど、かなりですね、来てますから。もうすごいです。16ビートの勢いが。もうマシンガンピッキングといって、もうミッシェルがエレファントで有名ですから。はい。これを再現していこうと思います。まあ一応今これ映ってるリズムは概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムいろいろという、URL があります。概要欄に。そこにジャンプしてもらうと、それぞれの、簡単な弾き方動画解説があるんで、じっくり見てもらいたいんですけど、今日はとにかくですね、なかなか濃厚だということで。まずね、いきなりなんですけど、あのイントロの今のシンプル簡単バージョン、ダダダデデデデ、ダダダデデデデ、これを再現します。ちょっと聞いててください。まずはいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこよくないですか、これ。これこそね、マシンガンピッキングです。はい。解説していきましょう。まずは A マイナーで、ダーダーダーって3回弾いたら、さっきの D。D なんですけど、こうやって押さえない。もう指1本でガズの場合押さえてます。薬指でこうやって押さえて、ここで、チョーキングっていう技ですから、下に向かって、わかる？ぐーって下に引っ張り込んでるんです。ぐーって、わかる？ぐーってめちゃ力入れてますよ。わかる？んでれれってなってるでしょ？こういうのチョーキングっていうエレキギターの技ですけど、あえてウクレレでチョーキングします。しかもここ2フレットのところでチョーキングって結構力がいりますから。ガンスさんの場合は、こうやって握って、下に押し付けながらグッと引っ張ってますよ。わかる？ギューッと弦が動いてるのわかる？ 3 弦見て、グーってなってるでしょ？そのぐらいもうね、力入れないとダメです。で、A マイナー3回弾いたら、でででででってのが全部話しちゃっていいです。ででで D で、ドゥーダー。その後 G7 1回、G7、C でアップですね。C はアップです。
だシンコペーションですね、C は。Am, Am, Am, Dマイナーでチョーキングしたら一回全部離して、G7 を一回入れて、C でアップでシンコペーション、ベーンです。ここまで前半。はい。ダダダドゥーダ。ここは、ダはね、全部離しちゃっていいです。G7、C。Am, D。離して G7、C ですね。わかる？ゆっくりね。はい。で、で、で、ドゥー。離して G7、C。はい。で、C の後にカッティングを入れます。もう一回最初から。で、で、で、ドゥー、ダ、ディ、ダ、ダ、ダ、ツクツク、ダ、ダ、ツク。こんな感じ。これはね、毎回違くてもかっこいいかもしれない。で、で、で、ドゥー、ダ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 、ツクツク、ダ、ダ、で、で、で、ドゥー、ダ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 、ツクツク、ダ、ダ、ツクツク、ダ、ダ、みたいな。この辺は、この、これがマシンガンピッキングです。この、これこのカッティング、カッティングってわかる？チャカチャカとカーカー、オープンとカチをコンビネーションで、はい。これが基本でいいんじゃないかな。ドゥドゥドゥデーダジデンデンダツクツクダダツク。こんな感じ。基本形はこれにしときましょう。もう一回めちゃゆっくりやっていきます。ワン、ツー、サン、はい。かっこいいでしょ。これぜひものにしてもらいたいです。このね、やっぱチョーキングはね、もう後ろから見るとグーグーってかなりこう引っ張り込んでますけどね。グー見えるこの弦こんなに移動してます。グーグー。ここはここにですね、力点とか支点とかここ中心ですね。こういう風に動かす感じ。はい、で結構早いんですよ。ちょっと原曲っぽいテンポでやってみると、ワン、ツー、スリー。こんな感じです。かっちょいいですけど、これはちょっと難しいと思います。はい。で、このフレーズも難しいんですけど、メインのところっていうのも16ビートのチャでひたすら駆け抜ける感じなんですよ。これはね、かなり早いです。その後、Bad Fly Bad Man のところやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ？暗がりで、こんな感じ。かなりこれ勢いがね、もう必要なんですよね。もうミッシェルの曲はもうこの、これこそがですね、もう、なんて言うんだろう、もうすごい勢いなんですよ。これがポイントで、この16ビートのチャは、このファンキーだとか、シャッフルとか一切なしです。もうまっすぐストレートな、もう蒸気機関車みたいに突き進むやつですから。ドンドン、チャカチャカ、ドンドン、チャカチャカ、ドンドン、チャカチャカ、チャカチャカ、こんな勢いがあるんです。でも、勢いがあるっつったって手首で弾かないと絶対無理ですからね。これ肘で弾いていたら絶対間に合わないですよ。これは無理。だから柔らかく、手首柔らかく。このグルーヴ感、突き進む疾走感、これが難しいと思う。フレーズ、さっきやったリフ1のフレーズも確かに難しいけれども、これをずーっとキープして弾き続けるっていうね、まあ面白難し深さがありますということで、はい、もう今日解説終わりでございます。モロックンロール、いやー、これはですね、テクニックとかそういうものじゃなくて、やっぱり熱いパッションが必要になる曲だと思いますね。歌もそうだし、演奏にもね、そのね、エネルギーがやっぱ必要だと思います。ちょっとこう、おしゃれな感じにはできないんですよ。やっぱもう、汗水垂らしてこう、なんかロックみたいな感じが、そこがね、このミッシェルのですね、もう本当に魅力なんでですね、この、16ビートもちょっとたまにカッティング入れるとね、とか入れると、そのマシンガンピッキングの安倍太スタイルがちょっとより出せると思うんですけど、まあまああんまり意識せずに、メインのところはこの16ビートのチャをね、この勢いをキープしたまんまリズムキープ。これがキーポイントだと。はい。やっていきますか。ミッシェルガン・アレファント・バードマン・ガズレレリューかっこいい場所、やってみる！ 1, 2, 3, 4!
ミシルガンエレファントのバッドマン、ガズレレルかっこいいバージョンやってみました。もう血が騒ぐ、ガズのロックの血がギンギンに騒ぎますね。あのですね、もう前もちょっと世界の終わりのレッスン動画の時にもね、世界の終わりもぜひやってくださいよ言ったんですけど、まあガズさんはミシェルガンエレファントと共演したことはあるんですけど、あの時もですね、もう打ちのめされましたからね。まあでもその思いをですね、またこのちっちゃいウクレレ一本でこうまたドーンとかましていく、最高です。気持ちがいいです。ぜひ皆さんトライしてみてください。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こちら青い方は、かつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り。こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り。英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とかあっちに置いとくっていうのの一冊にもおすすめでございます。連れ回してください。ガズレレのウクレレたち、 G ラボウクレレたち、ただいま大好評販売予約期間受付期間真っ最中です。概要欄に詳細貼ってあるんでぜひチェックしておいてください。そしてはい、こちら12月24日ガズレレクリスマスパーティー YouTube ライブ配信、誰でも参加できます。14時からでございます。ウクレレ持ってスマホタブレット、パソコンの前に集まってください。でガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですんで、まず入れてみてお試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。